販売時点情報管理。販売時点情報管理とは、物品販売の売上実績を単品単位で、集計する経営の実務管理手法を指す。この管理システムを、ポスシステム、ポスシステム、p o システム、ポスシステムと呼ぶ。単に、ポスというと、このポスシステムに必須な個々の機器を指す場合もある。 世界初のスーパーマーケットは1916年にアメリカで開店した。薄利多売によってスーパーマーケットは徐々に店舗数を増やし、1960年代終盤にはアメリカの食品雑貨店ビジネスの4分の3を占めようになった。しかし、市場の成熟とは裏腹に利幅が減少し、1970年には売上に対する利益が1%という異常な 状態となっていた。そこで登場したのが、ポスシステムである。しかし当時は、バーコードの共通規格がなかったため、ポスを導入しても品目が膨大な、スーパーマーケットでは、商品コードを設定するだけでも大変な手間なり、大きな効果は得られなかった。1969年、全米食品チェーン協会は、統一商品コードの策定に乗り出した。1970年には、 食品雑貨産業特別委員会が組織され、1973年に現在も使われているバーコードとその上の統一商品コード、アップックコードが採択された。バーコード方式となったのは、バーコード印刷台の小売価格上乗せが小さくポスを使わない、小規模店舗が過剰な負担を負わないこと、バーコードスキャナが広角文字認識などより安価であること、 バーコード自体は1951年に特許取得された枯れた技術であり信頼性が高いことなどからである。なお、初期のバーコードスキャナ、ワンド式は先端に LED とフォトトランジスタを内蔵しただけのペン型の安価なタイプだった。バーコードをペン先でこすり、マニュアルスキャン、印刷された白黒のバーからの光反射量を電圧に変えてポス。 バーコードデコーダに送っていた。バーコード方式は急速に食品以外にも広がっていった。また製造業、流通業、小売業の間で商品流通の電子化が進み、それによってポスの採用も広がっていった。アメリカのスーパー業界は1980年代に大きく収益を上げたが、これはポスの効果によって 取り扱い品目が3倍に増加したためと分析されている。その一方でポスを導入できない、零細店舗の多くは姿を消す結果となり、食品製造についても商品コードの割り当てを受けないと全国的な流通網に乗せてもらえないことから、業界への参入障壁が高くなったと言われている。近年では自動販売機のように顧客が操作できる、 ポスシステムも一部の大型量販店で導入されている。これは一つのポス端末に従業員1名を配置する従来の方式を複数の客が操作するそれぞれのポス端末を一人の従業員が監督する方式に転換することを可能とすることから人件費を抑制することにもつながっている。販売店でのポスでは商品へのマーキングが必要不可欠となる。今日では データの収集と集計を容易にするためにバーコードを使ったマーキングを用いることが多い。バーコードを商品へ装着するマーキングには2種類の方法があり、商品の製造過程でバーコードを印字、またはシールを商品につけるものをソースマーキング、販売店舗でバーコードを印字、またはシールなどでつけるものをインストアマーキングという。インストアマーキングは 主に同じ商品でも、量や重さやサイズなどで販売価格が異なる場合、食品衣類などに使用され、その店舗、または会社内だけで使用可能なコードを用いる。ジャーナルはレシートと同じ内容のデータを記録したものである。売上データとして活用するほか、店舗や企業では7年間の保存義務がある。伝統的には紙面にプリントしたものだったが、近年では、 磁気ディスク上に記録した電子ジャーナルも普及している。電子ジャーナルでは採取した基礎データを容易に売上動向の指標として閲覧することができるほか、カテゴリー別に消費者の購入動向を把握することもできるため、仕入れ品目の数量決定や在庫管理には特に有用な情報となる。スーパーやコンビニで普及しているのは一般に POS システムと総称されるもので、 ポスレジスタ、ポスレジと呼ばれる商品単位の集計機能を持ったキャッシュレジスタでデータを採取しオフィスコンピュータやワークステーションなどのオフィスサーバーで集計を行うのがその基本である。簡単なものならポスレジ単独で集計を行うことも可能でこの方式は主に一般商店で普及している。以下の3点が基本となるがこれ以外に専用端末が加わることもある。 一般的には販売店舗で売上会計を行うために店舗内に1台ないし複数台設置されるキャッシュレジスタを指す。近年では Windows NT ベースの OS を使用した PC POS に RDBMS を搭載した機種が多い。パソコンの小型化、高性能化を受けて Microsoft 手動で開発されたもので Microsoft Windows の技術を活用することで 開発コストを格段に抑えた周辺機器との接続仕様、オープン p o s が発表された。またその普及を目指して OPOS 協議会が設立され、参加する各社はその仕様に準拠した製品を開発。それらの導入例も増えている。近年では質の良いオープンソースソフトウェアの登場により Linux を利用した製品も発表されている。以下はメーカーによって名称が変わる場合もある。 ポータブルデータターミナルは商品の在庫管理に使用する装置である。棚卸しを簡易的に行う際に欠かせない。また、レストランなどでは注文時のデータ入力にも活用される簡単な無線、ターミナとなっている機種が多い。蒸気に加え、無線タイプの簡易的なポータブルデータターミナルを含むオーダーエントリーシステムを使用する。俗にバックヤード、裏庭と呼ばれる。 店舗内の事務所に設置され、複数のポスレジスタからの情報を統合したデータを作成する。また、ポータブルデータターミナルからの棚卸しデータも集計するとともに、仕入れ作業にも活用されている。チェーンストアでは、商品発注機能も内包していることが多い。商品単品の仕入れ先ごとのデータ集計などを容易に行うことができるほか、 仕入れ時の過不足を極力低減して、商品仕入れの精度を向上することができる。大手チェーンなどではさらに通信回線を使用して、本社大型コンピュータに接続、そこで全国の在庫や販売の管理を行っている。大規模なポスシステムでは、雇用や勤怠管理など、売上で在庫以外の店舗全体の店舗管理機能を内包する場合もある。今日、 大手コンビニなどでは、Windows NT ベースの OS や Unix を使ったオフィスサーバー、オフィスコンピュータやワークステーションを使用している。一般商店でもこれに追随して置き換えを行う傾向にある。また近年の ADSL 回線や光回線の普及を受けて、インターネットを通じてデータセンターにシステムを集約させることにより、店舗に配置する機器の縮小を図る。 インターネットポスの導入例も増えつある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。